で開かれている G2020 の国と地域による外相会合はまもなく2日目の討議に入ります食料やエネルギーの安全保障といった地球規模の課題で G20 が協調した対応を取れるかが焦点です G20 外相会合の2日目はウクライナ情勢を主要な議題に食料やエネルギーの安全保障などについて討議される見通しです 議長国のインドは、自らを苦境に置かれた発展途上国の代表と位置づけ、食料・エネルギーなどの問題で一致した対応を取るよう G20 各国に求める考えです。しかし、インドメディアによりますと、ロシアのラブロフ外相は1日、制裁や脅迫・強括といった新たな植民地主義に一貫して反対すると述べるなど、ウクライナ侵攻をめぐって紛糾する場面も予想されていて、 G20 として一致した対応を取れるかが焦点です。